ガヤの動画。はい、皆さんこんにちは。ラコンティーズガヤです。よろしくお願いします。この姿で登場するのは、ね、久しぶりですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあいろいろですね、8つのせいで、まあね、皆さんも家にいることが多いのかなと思います。私もですね、今ゴールデンウィーク明けて5月7日に撮影してるんですけども、まあ、その前までのね、休みの期間っていうのはもう家にいて、もうほとんど極力、外出しないようにっていうところでですね、やってました。まあ、そんな中でね、いろいろ、買い物にも行けなかったりとかしてたんですけども、まあ、一応、いくつかね、前に購入したものがあるので、ご紹介できたらと思います。で、まあ、今日着てるのはね、これ結構前の、もうだいぶ前のやつなんですけど、カーハートの、ジャケット、ワークジャケットと、これね、マイルドセブンかなんか、タバコのね、メーカーとコラボしてるやつになります。と、下は、シュプリームですね。去年かな。19SS って出た、クラウドティーになってます。まあ、こんな感じですね。パンツはちょっと見えないかな。パンツは、私お気に入りのブランドがあって、リディアルっていうところのね、パンツになってます。まあ、クロップだけっていうか、少しキューブ丈みたいなところのパンツになってます。まあ、こんな感じでですね、やっていきたいと思います。それでは、今回ご紹介するものなんですけども、ちょっと前、先週かな、発売されましたこちらですね、シュプリームになります。ちょっと開けてみましょうか。シュプリームの、紹介ウィーク9かな、ウィーク9でね、ご紹介したと思うんですけども、はい、こちらになります。シュプリームのスターロゴティーになります。はーい、そうね、はい、というところで、このスターティーね、まあ、シュプリームの紹介動画でもお伝えしたんですけど、私結構こういう、ちょっとこう見えるかな、こんな感じで、星が入ってる感じなんですけど、私こういった星柄っていうか結構好きで、買っちゃうので、まあ、今回も買っちゃいました。で、本当は XL が良かったんですけど、ちょっと売り切れるのが早くって、L サイズ購入してます。まあ、どうなんだろう、一応サイズ表記ではな、身幅が58ぐらいなんですけど、私いつも身幅60ぐらいを買うので、まあ少しちょっとちっちゃいかもなと思って、今ほんとすぐ開けたので、どんな感じかなっての見ていこうかなと思います。まあ、私まあ、自粛期間中ちょっとダイエットして、まあ、4キロぐらいしたので、もしかしたら入るかもしれませんけども、やっていきたいと思います。ちょっとね、着画撮っていきたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。ありがとうございます。まあ、どうでしたでしょうか、着画の方ですね。今も着てますけども、まあ、こんな感じですね。案外ちっちゃいかなと思ったんですけど、ぴったりでした。まあ、少し痩せたのも影響もあるかなと思いますけども、まあ、こんな感じですね。で、まあ、まあ、スターティー結構これ、サイズも良かったし気に入っているので、まあ、じゃんじゃん着ていこうかなと思ってます。今年の夏はね、外出する機会っていうのがちょっと減るかもしれませんけども、まあ、出ていくときはですね、着ていこうかなと思っています。まあ、皆さんもですね、家にいることが多くなって、健康とかね、心の体調とかが、まあ、皆さんも不安だったりとか、いろいろあると思いますけども、一緒にですね、まあ、皆さん、こうやって動画見ていただいたりですね、お話ししながらですね、よかったら乗り越えていきたいと思ってますので、皆さんもよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録とかですね、コメントいただけるとですね、
励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。それではこれで、今日の動画は終わりたいと思います。バイ。